自己紹介からお願いします。はい、皆さんこんにちは、スリンクツサルの渡辺健と申します。スペイン在住15年目、フットサルの勉強をしに来て、まあそのまま、在住という形になっております。フットサルの指導者をやっております。ワールドカップが間もなく始まります。日本とスペインが対戦すると思うんですけれども、スペイン人選手について今日は渡辺さんに教えていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘスース・エレーロと呼びます。はい、こちらの選手はゴレイロでインテル・モビスタで長くプレーをしているベテランのキーパーですね。現在チームのキャプテンを務めています。非常にセービングに長けたゴレイロで、まあ、ヘススベラスコ、今シーズンからバルサの監督になってるんですが、彼がインテル・モビスタを率いてる時に、ずっとゴールを守っていたキーパーで、非常に、総合力の高い、スペインでもトップのキーパーだと思います。セービングに関しては非常にレベルが高いと思います。今回彼がスタメンを張るかどうかっていうのはちょっとわからないんですが、おそらくまあフアンホの方で行くんじゃないかなと。ただそのレベルに匹敵するぐらいの、今スペインで1、2を争うゴレイロだと思います。2番、ポルティス選手。はい、ポルティスですね。大ベテラン、インテルモビスターで、まあ、あらゆるタイトルを取ってきて、昨年はパリの方でヘスス・ベラスカと一緒にプレーをして、今シーズンからバルサの方に移籍をしてきました。もう38歳です。ちょっと峠を越えてるんじゃないかなって気はするんですけど、まあ、チームを支えるバランサーとして、まあ、その経験を伝える意味でも代表に入っている選手、まあ、もちろんプレーの質も非常に高いので、こう崩れない、計算できる選手として、入っているんだと思います。ですね、ポジションはフィクソーですね。去年パリということはリカルジーニョと一緒にプレーしてた。そうです、リカルジーニョと一緒にプレーをしていました。なるほど、ありがとうございます。ファーディアスですね。この選手は左利きのアラで、現在インテルモビスターでプレーをしています。この選手ですね、そのヘススベラスコがカハーセゴビア、その前にいたクラブですねの時にも一緒にやっていて、非常にこう地味な選手なんです。ちっちゃくて、まあ、左利きという特徴はあるものの、別に特にシュート力があるわけでもない、ドリブルが非常に長けているわけでもない。ただ非常に汗かき役で、必ずセグンドまで走るというところから得点が非常に多いんです。なので必ずチームに一人は欲しい、それを高次元で、こなせる選手だと思います。なるほど。4番のマルク、まあ、トルラなんですけど、FC バルセロナの育成出身で、まあ、バルセロナ育ちで、FC バルセロナでもプレーをしていたんですが、現在レバンテでプレーをしていて、ただちょっと彼、ちょっと難しいところがありまして、 FC バルセロナ監督と揉めて、クビになったような感じで干されたんですけど、その後、はい、エルポソに行って、まあ、ディエゴ監督とちょっと揉めて、干されて、まあ、結果、まあ、レバンテに来て、まあ、能力自体は非常に高いので、レバンテでもキープレイヤーとしてプレーをしていました。ベッキの選手ですね。特徴としては非常にパスの能力に長けています。そして、前の飛び出しのタイミングも非常にいいと、得点に絡める選手、まあ、もちろん守備もできるし、セットプレーのキッカーとしても非常に、レベルが高い選手だと思います。まあ、その気持ちの部分ですね、それがちょっと難しいところがあるのかなと。いい選手ではあります。5番のラウル・ゴメス選手。今シーズンからインテルに移籍してくる、昨年まではロシアでプレーをしていた選手ですね。実は FC バルセロナの育成にも一時期いました。ピボの選手になります。線は割と細いんですが、非常に運動量豊富で、テクニックに優れている選手です。今回、スペイン2人ピボを連れてきているんですが、そのうちの1人ですね。シュート力もあって、計算できる選手なんですが、ただ、国際大会の中でどれぐらいできるかっていうのは、今回が初めてになるので、
ちょっと未知数なところがあります。まあ、やはり今、国際大会、ピボがいないとやっぱりきついっていうことがよくあるので、彼のプレーにかかってるところあるんじゃないかなと思います。6番のピボですね、ソラーノ選手。はい、ソラーノ、記憶にも新しいと思うんですが、日本戦で、爆発した、左利きの大型ピボの選手ですね。現在は GP カルタヘナで、プレーをしています。まあ、特徴としてはやはり大きな体を使った左利きのピボということで、収まるとまあほぼ取れないというところがあります。ただ、いかんせんそのスペインリーグでは、ちょっと動きが遅いとか、まあもうベテランの域にもなってきてるし、そういった意味で、自分ですごく点を取れる選手ではないんですよね。周りを生かす選手に、だと思います。右利きの選手の方がやはり多いので、代表も。左利きのピボットを当てて、そこに絡んでいって攻撃を作るという、まあ大事な役目を負っている選手ですね。日本は、前々回の対戦で4点ですかね。ソラーノさんにやられて、はい。いいようにやられましたね。今回の本格トーナメントでは結構対応できてたのかなと個人的に思ったんですが。そうですね。前回の、まあ、イメージというのが非常に残ってたと思うので、そこに対するケアっていうのはチームとして持ってたんだと思います。ゴンサレス。彼はですね、まあ僕も会ったら話す仲なんですけど、バルセロナ出身で、育成もずっといろんなチームにいました。ラスポルツ、サンタコロマ、バルセロナと、まあ、カタルーニャ州を代表する3つの育成クラブを過ごしてきた選手。非常に頭のいい選手ですね。今、フーガにいる、鬼塚翔慶選手とも、ラスポルツというクラブで一緒に、同年代で一緒にプレーをしていました。まあ、非常に若い選手ですね。人としても、非常にいい、まあ、僕も好きな選手なんですけど、彼の特徴というのは、非常にそのクレバー、頭がいい。例えば FC バルセロナのサテライトではピボとしてプレーをしていたんですが、現在はアラベッキとしてプレーをしています。どこでもプレーができる、非常に背が高くて足が長くて、守備も攻撃も本当に気が利かせられる選手だと思います。まあ、本当にどのチームもいてほしい、オールラウンダーだと思いますね。8番アドルフォですね。はい、バルサのアドルフォですね。多分スペインフットサル好きの方が皆さん知ってるんじゃないかなと思うんですけど、元々はサンタコロマの育成出身で、16歳でトップチームデビューをして、今は FC バルセロナでプレーをしていると。で、まあ、すごい若い時から出てるので、未だにまだ28歳なんですよね。本当に今が全盛期という状態だと思います。彼は、昔はですね、本当に点取り屋だったんです。サンタコロマの時はもうピボで張って、体はちっちゃいんですが、非常にパンチ力のあるシュートがあって、動き回れる選手。今、FC バルセロナではその役割を少し変えて、アラでプレーをして、まあ、ボールなしの動きといえばもうアドルフォと言われるぐらい非常に運動量の多い、気の利いた動きをする選手だと思います。ボールを持ってない時のその動きというのはもう世界ナンバーワンクラスだと思います。おお、9番、ベベ。はい。はい、ベベですね。ジンビカンタヘナの選手で、もともとは、エルポソの育成から出てきた、エルポソのトップチームでもプレーしていた選手です。本来のポジションは、ベッキーに当たるんですが、アラでもプレーできて、で、彼の特徴というのはもう非常に攻撃センスに長けているところですね。得点力が実は非常に高くて、ボールを持っても勝負できるし、セットプレーでもキッカーを務める、まあ、非常に攻撃センスに長けているベッキの選手になっています。10番のマルティネス選手。はい、アドリーですね。今シーズンオパルーロでプレーを続けます。2部に落ちてしまったんですが、もう本当に彼のチームと言われているぐらい飛び抜けた選手ですね。左利きの、1対1といえばもうアドリー、世界的レベルの1対1の選手だと思います。非常に止めるのが難しい。特にこうすごいスピードがあるわけじゃないんですが、その吸い付くようなドリブルで、切り返されるとやっぱり一歩遅れちゃう。ま、もう本当にベテランの域で、
現在35歳ですかね。確かにちょっと落ちてはきてるんですが、それでもそのドリブルを止めるのは難しい。彼がトップの調子であれば、もう世界でも止められる選手は少ないんじゃないかなと思います。次、11番、ボレー決めてたチノ選手ですね。彼は、バルデペニャス所属のアラノ選手です。彼も、アドリと一緒で、アドリが、左利きの1対1であれば、チノは右利きの1対1と、非常に右足のシュートを正確で優れていて、しかも威力がすごいというところで、遠目からのシュートは彼が、になっていくんじゃないかなと思います。ここ最近、代表の試合見てるんですけど、クラブチームに比べると、ちょっと遠慮してるように見えるんですよね。クラブチームだともっとシュート打つし、ガンガン自分で行くんですけど、代表はちょっとバランスを気にしながらプレーしているような気がしていて、もっと自分出せば、てか彼が多分キープレーになってくると思うので、もっとこう出してほしいなっていうふうに僕個人的には思っています。12番、ゴレイロのファンフォー。おそらく正ゴールキーパーになるんじゃないかというファンホーですね。エルポの所属で、スペインの中で三大クラブって言われている、バルサ、エルポソ、インテルに所属した、数少ない選手の一人ですね。で、セービング能力に長けていて、かつ、スロー、キックも高いレベルでこなせる。今、スペインでおそらく、一番いいポルテロだと思います。リラックプラナーリでラッすクプラね。ナ FC バルセロナの今、正ゴールキーパー、正ゴレイドをやっているリラックなんですが、おそらく第3キーパーの扱いだと思います。彼の特徴は、スローインとキックですね。オフェンスの時のスローインとキックは、おそらくスペインでナンバーワンじゃないかなと思います。それぐらい正確性を持った、スローキックができる選手。ただ、セービングにおいては、ファンホとヘスウスの方が上を行くと思うので、今回は第3ゴレイロの位置で呼ばれたんじゃないかなと思っ14番、ラウル・カンポス。ます。ラウル・カンポスですね。現在、パルマフットサルで、プレーをして、ピボの選手で、キックに優れている、そのシュートに優れている選手ですね。ピボよりもどちらかというと、荒気味で、クワトロでプレーすることが多い選手ですね。あまり背負ってっていうよりは、こう動いて、ピボの位置に入ったとしても動いて、相手を攪乱していくような選手ですね。で、得点に絡むということが、彼の仕事だと思います。地味なんですけど、得点を確実に、重ねられる選手ですね。15番、ラファ。はい。今回、ラファは、もともと、リストに入ってなかったと思うんですよね。で、ギリギリで、代表に入った選手ですね。まだ若い、インテルに、戻ってきた、インテルの育成から、しばらく他のチームを渡り歩いて、今シーズンかな、先シーズン戻ってきた、選手になります。まだ若いですね。24歳かな。セルヒオと同じ、一番若い選手だと思います。彼ですね、今シーズン、ギプタのそのピボットをやり合ってきて、ベッキの選手なんですが、その中で、インテルの中で、例えば、フェラオが出てきたら彼が出てきて、ペアにしてとか、各チームのピボ、対峙してきた、その中で結果を出してきた選手なので、今回、若くして選ばれたと、どれぐらい、国際大会で活躍できるかっていうのはまだ未知数なんですが、その能力としては、将来性もあるし、ちょっと期待してみてもいいのかなという選手になってます。ピボットの対応に非常に優れている選手だと思います。最後ですかね、16番。メジャード。こちらはジンビーカルタヘナの選手で、あまりですね、育成の時にはそれほど名前を聞いてなかった選手なんですが、カルタヘナで、若くして、もう、エース級の活躍をしている左利きのアラノ選手になります。アラベッキーですね。代表ではアラでプレーすることが多くなるんじゃないかなという気がしています。彼の特徴は、非常にしなやかなドリブルですね。もちろん、後ろでその試合を組み立てられる。そして、1対1もやろうと思えばできる、正確なパス。若くして、
非常に魅力的なプレーができる選手になっていると思います。まあ、今回どれぐらい国際大会でできるのか、いずれはこうスペインを背負っていくような選手の一人だと思います。